レートンシリーズ、レートンミステリージャーニーカトリーエールと大富豪の陰謀、レートンミステリージャーニーカトリーエールと大富豪の陰謀は、レベル5より発売されたゲームソフト。2017年7月20日に、任天堂 d 3DS 用に発売され、iOS、Android 版が有料配信されている。2018年8月9日に任天堂スイッチ版、 レイトンミステリージャーニーカトリエールと大富豪の陰謀デラックスが発売された。2021年7月8日にはデラックスにキャラクターの音声をアニメ版キャストに切り替えられる要素を追加したレイトンミステリージャーニーカトリエールと大富豪の陰謀デラックスが発売された。レイトンシリーズの続編にあたり、レイトン教授の娘であるカトリエールレイトンを主人公に据える。 発表当初のタイトルは、レディ・レートン大富豪、アリアドネの陰謀だった。謎監修は、これまでの田子明に代わり、岩波国明が担当。これまでのシリーズ同様、ストーリーを進めながら、合間の謎を解いていくスタイルだが、主に壮大な旅や冒険を舞台とした、レートン教授シリーズに対し、本作では、街中や日常で起こる事件を中心に、 コミカルかつテンポの早いストーリー展開を特徴としている。本作を原作に2018年4月よりテレビアニメレートンミステリー探偵者カトリーの謎解きファイルを放送しメディアミックスを展開。アニメ放送開始後に少女漫画連載やゲームと連動したチャーム玩具を発売、また謎解きイベントが開催された。どんな謎でもすべて解明。 カトリーのレートン探偵者行方不明になった父、エルシャールレートンを探す目的で、レートン探偵者を設立したカトリー。どんな謎もすべて解明。というモットーを聞きつけ、やってきた最初の依頼人は喋る犬だった。全12話の短編から成り立つ、オムニバス形式。担当声優は、ゲーム版、アニメ版の順に表記。一人の場合は突起のない限りゲーム版を表す。 デラックスでは、ゲーム版の声優とアニメ版の声優の両方の、ボイスが収録されており、自由に切り替えることができる。全シリーズの登場人物2017年12月29日に、テレビアニメ化が発表され、2018年4月8日から2019年3月31日まで、フジテレビ他にて、レートンミステリー探偵者、カトリーの謎解きファイルのタイトルで放送された。 メインキャラクターの担当声優が原作から変更されている。番組構成は前半パートが事件発生、カトリーの推理、ノアが視聴者に呼びかける形での状況整理を挟み、後半パートが解決編となっている。エピソードの大半はアニメオリジナルだが、原作ゲームのエピソードも使われており、その際にはゲーム内のストーリーに内容を一部追加、変更している。 また、レイトン教授シリーズの舞台や人物がオマージュとして登場することがある。通常本編とは別の時間軸にて、レイトン教授と青年ルークをメインに据えたレイトン教授と秘宝レリクスのエピソードも断続的に展開された。物語のラストや次回予告での決め台詞は、現実はいつもケウなものなのです。フジテレビオンデマンド他での動画配信や、 アニマックスにて再放送を行っている。地上波ではゲームデラックス発売に合わせ2021年7月2日から東京 MX にて再放送された。タカラトミーより販売。チャームは NFC を内蔵しゲームと連動してカトリーの衣装外やスペシャルコインを入手できる。レイトン教授と不思議な街イグズドフォースマートフォンにも使用可能。 レートンミステリー探偵者、カトリーの謎解き事件簿のタイトルで、チャオ2018年5月号から2019年2月号まで、連載。作画は折とか掘り。レートンミステリー探偵者、カトリーの謎解きファイルは、テレビアニメのノベライズ。作者は、ヒカは一歩。レートンミステリー探偵者、カトリーの謎解きファイルに関するカテゴリー。 レートンミステリージャーニーカトリエールと大富豪のインボーデラックスに関するカテゴリー。ありがとうございます。